母のミシンの音を聞いた。2歳父の靴音を聞いた。3歳古いレコードを聞いた。4歳兄とピアノを見た。大きなピアノだった。触るとダイヤのような音がお腹の中に響いた。音を出すと子供たちが集まってくる。ピアノは不思議な箱なのかな。兄と聞いた蓄音機を思い出す。冬の音は遠くまで行く。さんって言うんでしょ。そうです。エイコだけど、なんで知ってんの？あの、カバンに書いてあったんです。今の時間、授業中じゃないの？違う、12時10分過ぎにいつも終わるんです。じゃあ、授業抜け出してきたんじゃないんだ。Sie haben eine weiße Mütze getragen. は3軒回った。調律師の時犬犬と仲良くする方法、丸いものを持っていること。ストライク。バイバイ。ここにピアノある？ありますよ。何階の部屋？3階。3階？普通どこの学校にも2階の北側にあるんだよ。なんでだか知ってる？ちょっと風のせいなんだって。風？うん、風。なんでだろう？わかんないけど、でも風のせいじゃない。いや、風のせいなんだ。ねえ、どーって長く言ってみて。どみーどー。なかなか音感がいいですの。今度どっちかな。あ、ここ曲がるところです。右？左？え、右です。右。サンキュー。あ、ありがとう。どうもありがとう。さよなら。バイバイ。春、音を見つけた。星を見た。細長い光が尾を引いた。音叉の形に似ていた。弦をかけた。音がつかめますように。辺りを見回す。誰もいない。バイオリンケースの中から日記帳がなくなっていた。16年間つけていた日記帳がない。
徴がない。Eikoです。はい。ピアノ調律師のEikoです。今この音がトランペットなんですけど、ピアノの上に無記帳を忘れてなかったでしょうか。ピアノの絵が描いてある古いやつなんですけど、はい。ピアノの上に置いたと思うんですけど、はい。音の日記。今日の風速7メートル。風の音から人の姿が浮かぶ。16年前が昨日のように浮かぶ。母のミシンの音、父の靴音、布団をかぶった兄の声、リンゴほっぺ。4歳の自分、7歳の兄。一郎の寝そんべたれ今通る、まさか俺ではあるめえな。一郎の寝そんべたれ今通る、まさか俺ではあるめえな。4人家族、母、自分の鏡、父は音に怯えていた。爆音識別レコード。父は丸い赤いものにも怯えた。兄とリンゴを捨てに行った。こっち来い。見えない音を憎んだ兄。高度3000メートル。
風の中に消えた兄。雪の線路から音が一つ消えた。音が消えた。ミシンとワルツのデュエットが消えた。母、自分の鏡、いくつもの式、12年が過ぎた。父さん、あれは輸送船じゃない。火炎放射部隊の船じゃない。父は海の音にも怯えていた。
はい、入っています。眠れないの？お酒用意しようか。また一つ音が消えた。みんな風のようにいなくなった。この歌を歌いたい。ララ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 Thank you.
校に新しく来たみんなの仲間を紹介します。名前は四季英子さんと言います。じゃあ自己紹介。はい。と申します。よろしくお願いします。私はあの音がするものがとっても好きで、いつも夢ばっかり見ているので、歩きながら電柱にぶつかったりすることがあります。よろしくお願いします。踊りたい。晴れない空、光の踊りを発明した。大丈夫。3キロ10円。鈴をなくした。ひばりの声を聞きたい。音叉を拾った。 A の音叉、音の物差し。どうしたろ。すいません、ありがとうございます。持ってきてちょうだい。全然水全然ちょっと水、はいはいはい、水じゃあ水、はい、少しね、はい、いったいった、はいはい、どうもいいね、大丈夫か、大丈夫、じゃあ
祖父が倒れた。馬が売られた。冬、風の毎日。カノンが売られた。音の日記。気温0度。寒い空気は重い。窓の隙間から針のように入ってくる。レコードの針の感触。おじいちゃんのお酒の量が増えた。馬が欲しい。一大決心をした。じゃあ歌って、一曲歌って。だよだよ。光を描きたい。光を描いてピアノの中に入れたい。丸い光。太陽よ、真面目にやれ。海を照らせ。
リュックを買った。馬を買い戻したい。じゃ値段あれでいいんでしょ。はい、いいよ、あれで。今日はもらっていくよ。はい、持ち行ってみる。加減は体温38度、脈拍40。ピアノを乗せたい。チューニングハンマー。調律師になりたい。ピアノのあるうちを見つけた。100歳のピアノ。学校は休んだ。音叉が自分の体を回る。ピアノに届く。また体に帰る。音の日記。鍵盤を押す左手とハンマーを持つ右手の間に音が見えてくる。
ピアノの調律は A の音を基準に88の音を微調整すること、88の音を微調整すること。私お嫁行かないもん。
これちょっと預かって。お部屋作ったの？はい。これ俺だって。あだ名バッハって。こんにちは。こんにちは。初めまして。イメージはね、頭の中にたくさんあるんだけどね、音符かけないんだよね。得意になっちゃうな、それっていいじゃない。もう一回よろしく。よろしく。夏、小さなピアノ工場を見つけた。アニモス届いてますよ。ありがとうございます。あ、これピアノを運ぶやつだ。わからない、こう運ぶんだ。ピアノってどうやって持ち上げるか知ってる？腰を下ろして妥協するように。そう、人間と同じ。リーダーの大川さん、カメラ少年ケンちゃん、ジャズを弾くユージさん、ボクシングをするケイコ、5人の仲間。日記、夏のまとめ。ピアノを作りながら音を覚えた。音がお腹の中に響く。ご飯ですよ。ご飯ですよ。ご飯ですよ。乾杯。よろしくお願いします。あ、飛行機、飛行機、飛行機。飛行機じゃない、あれ。どこに？あの辺。ああ、珍しいね。はい、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 はい。丸い音色のピアノが出来上がった。いつか翼のあるピアノを作りたいな。
になった。強くなった。なくなった。雨の日が続いた。エイコさん、これ読んでみて。あから始まる私の心の中を開けてみました。愛、明日、雨の日。編み物、あったかい、あったかい、あったかい。半年経った。冬、工場が潰れた。ください。ピアノ技術者募集中。ピンポーン。採用されますように。ピアノばっか。ああ、ごめんなさい、会議中だったもんだから。
これにね、紹介状が入ってるから、これ持って宮先生のところ行ってください。どうぞ。やっぱりね、 うちじゃ女性調律師は無理だってことになっちゃったんだよ。じゃあ僕今ちょっと会議中なんで、すぐまた戻らなくちゃいけないからね。ごめんなさい。ありがとうございました。このピアノ弾かせてもらいに来ていいですか？はい、いいですよ。いつでもどうぞ、はい、宮先生のところにも何台かあるみたいだったけどね。どうもありがとうございます。じゃあちょっと失礼します。狭いからね、寝るとこがどこにしようか。あの下。どの下？ダメですか？うん、ダメなことはないね。そこに寝たいな。これドイツのフリヒ。フリヒ。70年くらい。いい音。ね、音が違うね。それチャップリンのポスター。冬の日記1年のまとめ。ミヤさんとチャップリンは同い年。週に一度ミヤさんの仕事を手伝いながら一人歩きをした。バイオリンケースを工具入れにした。ミヤさんの工具入れはお医者さんのカバン。いろんなピアノに合う。へそくりが入っているピアノ、ネズミが住んでいるピアノ、歩くのが楽しい。調律が終わると必ず自己流の和音で一曲弾く。Eikoさんの音になったね。今日は風邪ひきなので靴磨きです。この靴は何のピアノかな。英子さん。はい。靴は頑丈なのがいいね。
はい。足が資本だからね。足は日本です。一本やられたかな。うん、私はこのコッペパンのに決めてます。アロエ、ちょっと苦いけどね。これ飲むと効くから。ちょっと苦いよ。苦い。本当に。アロエ健康法っていうのがあるんだからね。これ効くからね。風邪をひいた。ミヤさんのソファーで休ませてもらった。Rain, rain, go to Spain. なんでスペインに行けっていうのかな。スペイン？なんでスペインなの？どうしてかな。スペインに行って石が出るっていう夢かな。小学校のてっちゃん、音の友達。カバンが一つ増えたね。うん、荷物が増えたの。いろいろ入れるようになったから、このカバンになりました。でも鈴が同じだよ。去年さん覚えたの？覚えてた。去年さ、おばさん鳴らしてたね。うん、お姉ちゃんが来るのこの鈴の音でわかるんだ。ほんと？これなんて読むの？これはね、キバピアーノバッサーノ。どういう意味？イタリア語でね、静かに行く人は遠くへ行くっていうこと。そう。これちょっと貸してもらおう。あ、動いた。わあ、3頭。1個しかないんだ。3つ持ってくればよかった。ごめんね。
がとうございます。早いですね。像を調律した。北のふるさと、子供たちは春を待ちきれずに丸いものを叩く。太陽叩きの願い事、太陽を叩くお祭り。Eiko さんの日記面白いな。じゃあこれ借りるよ。しかしそれにしても随分このうち古いピアノばっかりだね。でもこれみんな入院患者なの。入院患者、うん、でもね、全部自分で自由に弾けるから楽しいよ。じゃあ借りていくよ。うん。気持ち悪い。じゃあおやすみ。おやすみなさい。劇作家志望の大川さんに太陽叩きの日記帳を貸した。英子さん、はい、今の青年あんまり感じよくないね。日曜日、グリーンのピアノを調律した。貯金4000円増額。雪の上に置いてみたい。大川さんがついてきた。劇のヒントにしたいらしい。もう夏だ。綺麗に塗られてるね。いい色だねこれ。いいねこれ。いいねこれ。あいうえおいうえおはうえお。稲妻から声してるよ。ちょっと見てくる。いうえあいうえおいうえおあうえおあいえおあいうおあいうえかきくけこきくけこ。川さん、大きい声してる人いるよ。アイストがいいんじゃないの。大川さんのノートはまだ白紙だ。
どんな音を出すのかな。大きな声の持ち主を探していた。音の日記、オペラ歌手のピアノを調律した。終わりました。終わりました。ちょっとあの音を出してくださる。あら、ちょっと低いじゃないかしら。ちょっと低いような気がする。低いですか。ジャルソレタルガンジェ。それインドの歌じゃない。ガンジスの歌。ピューキャロスワミピューキャロ。あ、早いこれ。低いんじゃないかしら今日。ピューキャロ高いよ高い。いつも低いんじゃないかしら。もう一度442にしといてください。はい、お願いします。じゃあまずやります。低くないよ。音のせいにするな。声のせいにするな。音の声のせいに。ピュキャロスファミリア。ピュキャロ、ピュキャロスファミリア。インド人のメータさんが帰国することになった。お気土産、サリーとインドの歌。酔っ払いの歌。ある晩酔っ払いが石につまずいて石に聞きました。人生は夢か。そしたら石も同じ答えでした。人生は夢。人類公園クワブモア中的へ応募サチャキ。いただきます。いただきます。うん、Eikoさんのカレーうまいね。リンゴ酢って酸っぱいの出したの。ああ、リンゴ入れたの。うん、ミヤさんの手がしびれた。調律できなくなった。あ、もしもし、Eikoです。船の仕事取れました。口の中に汽車が入ってよく映画です。いや、月様の口の中に。ミヤさん、月世界探検終わりましたよ。ミヤさん、終電車遅れますよ。調律をやめてからミヤさんは毎日サイレント映画を探していた。
have entertainment this afternoon. It's very important that this piano sound exactly correct because the singer is opera trained and she wants perfect pitch on her singing. So this is the piano. It will have to be fixed before 4 o'clock this afternoon. And you have 1 hour to fix it. 1 hour? 1時間 then? Yes, sir. Thank you. あれ本気ドンクになってる。直せるかな。チューナーの名が書いてあるよ。半年ぐらい前、いっぺんやったかな。Oftentimes have piano tuners come in, but none are as pretty as you. Thank you. Thank you, Mr. Piano. Bon voyage.港の音の中にミヤさんが消えた。ミヤさん、行ってらっしゃい。夏、暑さと疲労、耳を悪くした。幻聴に悩まされた。カメラマンになったケンに会った。ケンの恋人はカメラ。後ろ姿が兄に似ている。こちら。遠い潮騒の音しか聞こえない。赤い色から音を呼び戻そうとした。
返せ。ほら。その日記、秋のまとめ。ふるさとのすぐ近くまで行ってきた。海の音を聞いてきた。Eiko。アイコに会った。ひばりの声を集めているアイコ。毎日二人で調律に回った。街歩いてると変な人見つけられない？見つけられる。東京っていろんな人がいろんな人探してるでしょ。うん。お腹は減るし靴は減るし。ほんとね。あれ？鼻の頭向けてるよ。歩いてばっかしなんだもん。バリ、ふるさとの空、耳は治っていた。音叉何使ってる？音叉は A 使ってる。私は C 使ってるんだ。最近 C 使ってる人少ないの。これあげる。もう使いにならないんですか？いいの。あ、どうもありがとう。ひばりの声なの。ひばり？ヒバリは人間の10倍のスピードで生きるんですって。10倍のスピード？そう、10倍の速さで生きるの。よく眠れる？うん、眠れるよ。でも夢ばっかり見るけど。私は全然眠れないの。なかなか眠れない時はね、田舎にあるみかんの木を思い出すんだ。じーって。そうするとよく眠れるの。
イコとふるさとの海の音を聞きたかった。いらっしゃいませ。すいません。はい。だね。はい。何でしょう。メロディーだけなんですけども。え。ラララララララっていうのが基本で、え。それがどん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 ずっと続いて変わっていくような曲なんですけど、これだ。夏の終わり、愛子がいなくなった。愛子はひばりにどんな望みを託していたんだろう。バッハのレコード、人の望みの喜びを買った。楽譜を書いた。愛子がいろいろお世話になりました。どうぞ、ようこそ。これ愛子さんの後時計です。夏みかんの裏、愛子のおばあさん。愛子は小さい時からね、夏みかんばっかし食べてたんですよ。時計で供養をした。悲しまないでください。もう死ぬべきして死んだんだから。人の10倍のスピードで生きた愛子。愛子は空に生きている。音の日記、冬。愛子の音叉で調律、仕上げた後、人の望みの喜びよの一節で和音を確かめた。人の望みの喜び、自分の望みを確かめた。答えは風の中、答えはふるさとの雪。電球の光からまっすぐにやってくる。夢は風の中に聞こえるあの音。
虹色の音、雪の日に消えた音、人の望みの喜び、もう一度自分の望みを確かめた。答えは電球の光からまっすぐにやってくる。光の速度で、音の速度で。待っていたんだ。ピアノ保管料、倉庫代、1週間700円。念入りに調律をした。調律師の名前を刻み込んだ。A と彫った。ピアノの一番左側。兄が押した A の音。おお、ねえ、乗ってっていいかな。乗ってやったらいいですよ。乗ってやったらいいです。ちゃんと着く？あ、大丈夫、着きますから。じゃあお願いします。ねえ、傘乗れないでしょ。まあね、まあね、運の嫌いねえと。P&O 運送会社っていうトラックが来てるから、それにあのピアノを絶対に間違えなく乗せてください。分かった分かった、お願いします。はい。雪の上にピアノ置いてきたよ。送り状ピアノの中に入れた。校舎も敷地も変わってた。音楽室は2階の北側にあったよ。中を覗くとピアノが3台もあった。風が吹いていた。あの時ガラスの割れる音を聞いたね。火を運んできたのは風、兄さんじゃない。
あれから16年。4つの季節かける16年は64。線路に64以上の足跡つけてきたよ。今度はブルーのピアノを着たいな。何年かかるかな。もう送り状書いたよ。Piano doctor. I'd like to fix your piano, sir. This is felt. And this is hammer. This is tuning fork. Four.兄とピアノを見た。氷のように光るピアノだった。触るとダイヤのような音がお腹の中に響いた。